よろしくお願いします。ということで、ちょっとめっちゃ時間経っちゃいましたけど、やっていきましょう。めっちゃ時間使っちゃいましたね。始めるまでに手も、ちょっと時間がかかってしまいました。あ、これ振り飛車で来られたらこの金は良くないですね。あ、よかった。まあ良くはないです。よかったよかった。ちょっと今はやりすぎましたね。まあ早指し1なんで、まあ気にせず、まあ時間は、めっちゃ、あれって早指しできますね。まあそれはそうか、早指し1だから。まあ銀繰り出して、はい、でも銀対抗してきますか。それともアヒルか。ちょっとややこし、そうでもなかった。なんかいきなり角道開けちゃっても良さそうですね。これは角交換してきますかね。同玉で取りましょう。マウスが反応しない。こちらは3五歩と行きたいところですが、3五歩同歩同銀となった時に5五角と打たれるのがどうか気になりますね。6六角と合わせてもおそらく1九角成と取られてまずいでしょうね。ということで一旦は6六歩としておきましょう。これは横歩を取ろうっていうことなのかな？まあでも俺取る一手ですか？もしかしたら、もしかしたら7七銀とする手があったかもしれませんね。7七銀、ちょっとやばい、喉が。7七銀、8七金と切る形が。ただこれは8二角打ったらどうなるでしょうね。ダメなんですか？打てないんですか？打ってみたい感じがしますね。もしくは一回は6七銀と上がってから8八角とするか、どちらか。一回は銀上がっておきますか。雁木風に上がっておいて、なんかまあ横歩取られてるだけだと尺なので、もう角打ちたいですか。ただまあなんか誘われてる感じがしますね。8二角に9三香9一角成として、いやーでもまあ打ちますか。さあ、まあこれがどうか。こちらはいつ3五歩と仕掛けるかですね。まあ3五歩同歩ってなった時に同銀と行くか同飛車と行くか。一回は馬引きたいですか？ああ、でも馬引くとあれか。7四角と合わせられる手が気になりますね。3五歩同歩同銀といった時に5筋もなんか薄くなるんで、金上がりたいですね。ただこの金上がりは、ちょっと、やはり角打ちが常に気になる形になりますね。2八角打ち、2八角打ちが気に、要は金が5八に寄ってしまうと、
例えば三五歩同歩同飛車とい、うん、いやそうでもないか。いや右側に金を使うか左側に飛車を使うか迷うところでしたね。これは何でしょうね。この手は次に何を狙っているか。まあおそらく飛車を回ろうとしているのかな。ちょっとわかんないですね。あ、同銀と取った時にこれは歩を叩くのかな。7七歩と叩かれるとまずいですか。いや7七歩じゃねえか、3七歩と叩かれると、同飛車と取らないといけなくて、そこで角を打ち返して、うん、ちょっと嫌ですね。だから取りたくないですね。馬引くと、うん、今同銀と取ってしまうと、おそらく3七歩と叩いてきますね。3七歩は同飛車と取る一手ですね。あの飛車が効いているので、3五飛車と銀を取られてしまうので、3七歩には同飛車と取らざるを得ないんですが、その時に2八角と下ろされて負けというか、うん、良くないですね。ということで、あ、これは銀出たらどうなるでしょうかね。もしくは一回馬を引くか。まあ銀は出ましょうか。これは銀は出ましょう。うん。ただまあ次に3四歩と打っても4五桂と飛ばれて簡単ではないですか。おー、なるほど。これは同飛車には2八角、同桂には3六歩ということで取れませんね。ん？そっか。いや、三九角ありますか？これ三九角打たれて、飛車よ、あ、でも飛車回れないか、すぐには。大丈夫ですね。まだ大丈夫ですね。ちょっとヒヤッとしますね、こういう手は。どうすんだろうな。こちらとしては、五六馬と引いてから、なんかしたいですかね。なんとかしたい感じがしますね。これ、単に銀が引くとなんかあるのかな。いや、単に銀が引くと、角打た、三級角打たれて飛車が回ってくる手もあるのかな。だから三六歩と打つか、二六銀と引くかですかね。うん。今、4六に銀が引いてしまうと、3九角打ち、1八飛車、2五飛車みたいな手が、ちょっと、気になりましたね。ということで、桂馬飛んできましたが、これは馬引くと、よくわかりませんね。とりあえず馬を引きたい感じがしますね。まあ今の桂飛びはおそらく3九角から5七桂成を狙っているので、5七に足したかったですね。今のは歩を、この5七に利きを足したかったですね。俺は4六歩を突くとダメなんですか。これは単
単に桂馬をボロッと取れてしまうと、こちらが良さそうですね。馬が効いてきてしまったので、相手は馬を、この馬を働かせないようにするべきだったとは思いますけど、ちょっと簡単ではなかったですね。これは、どういう手だ。まあ、ちょっと飛車避ける一手なので、ここは考えずに行きましょう。これが飛車避けれない手だったわけなので。で、相手に何があるかですね。なんかあるのかな。5七桂成とか無理やり攻めてきますか。5七桂成はどう、あ、そうでもなかった。これは何が狙いなんだろう。え、わからない。これ桂馬取って。え、これ銀が下がると何があるんですか。ん？なんかよくわかんないですね。まあ相手は飛車打ちに強い形なので、飛車を取ってもしょうがないですが、まあ飛車取って3八飛車としても良さそうですけど、ここは歩を受けても良さそうですか？どっちでしょうね。なんかあんまり取りたくないですね、これは。ちゃんと、取らずに飛車回って、角を殺していいんじゃないですか。いやー、取っても良かったかもしれないですけど、なんかこれ飛車ですかね。馬引きもあると思いますけど、飛車が一番いいですか。どっちだろうね。まあ飛車が使えてないので飛車を引かせていきたいですか。一回は2六歩とかついてくるんでしょうけど、冷静に同歩と取っておけば、あ、同歩と取るとあんま良くないかな。どう？まあ、同歩でいいか。同銀は？まあ、同歩ですかね。同歩で桂馬と交換にして、ほう、これ同馬で取りましょう。これは同飛車ですかね。同飛車ですね。同飛車の方がいいですね、これは。同馬で取ってしまうと馬が使いにくいのと、馬が次に1六馬と出て王手する手があるので、飛車で取った方がいいですね。これはもう優勢ですね、かなり。あ、ありがとうございました。ということで、検討の方に移りたいと思います。はい、ということで検討の方をしていきましょう。まあ、よく4四角はやってこられますね。ただ言っても、まあもう自然に銀を上がっていけば、悪くはならないんじゃないでしょうかね。まあ5六歩とついていく手もありそうでしたけども、まあ相手は一回角を上がった状態で角交換、自分から今角交換していたので結構な手損なので、まあいいんじゃないでしょうか。なんかいつでも9五歩を突く手があるんですね。横歩を取るんですか。
そっちに角打ち。なるほど。五六角打ち。なるほどね。角が成れるってことですね。同銀もありそうですけど。ああ、同銀はそっか。やっぱ3七歩があるので。ああ、なんか、すごいですね。お互い馬を作り合ってっていう展開ですか。これはこれで互角ですね。これ8二角打ち良くない気がしますね。あ、飛車ぶった切る手とか、あ、角打ちもあるんですか。なるほど。はあ、あ、そんな手があるんですか。あ、これは嫌ですね。ちょっと後手が良くなってますね。あ、そんな手があったんですか。9三香はちょっと、じゃあやっぱ、あんまりですか。これも、最初同銀とか取ろうと思ってたんですけど、これは9三歩、じゃない、もうなんで9三って言っちゃうんだろう。3七歩打ちから、同飛車には、2八角。飛車上がると香車が取られてしまいますし、まあ、飛車が下がっても、あ、飛車が下がっても香車取られちゃうじゃないんだよ。そうですね。で、同桂馬には、あ、単に取られちゃうわ。3六歩より銀が取られちゃうわ。ということで同飛車と取るしかないので、まずいですね。ということで、急に馬と引いて、ここでも打ってきましたね。これは同桂と取ると、あ、この時に3六歩があって嫌だなと思ったんですね。歩を打ち返して、多分これは取り込むしか。いや、取り込んだら負けか。そうですか。あんまり よく感じませんね。まあだから、飛車は逃げてもいいんじゃないですか。あんま良くないんですか。まあなんかゲーム飛んだあたりからですね、明らかに良くなったのは。そう、ゲーム飛びはさすがに5、6まで受かっている気がしますね。ここら辺はもう角が使えなくなっているので、こちらが明らかに優勢ですね。まあ桂馬取っても無理っていうことで、そうですか。これやっぱ矢倉に構えるべきでしたか。銀上がるとまずいんですか。なるほど。銀上がるとまずいか。角打ちで、これ金が逃げちゃうと角成りから、取っちゃうと罪なので。そういう金が浮いてたのか。ちょっと罪になると重いですね、ちょっと。ということで、雁木じゃない方が良かったですね。銀打ってから、まあなんか、角打ちの筋とかで、相手は桂馬跳ねてくれてるので、ちゃんと駒組みをしてから3五歩をついていけば、自然とこちらが指せるんじゃないかなと思いますね。ちょっと6六歩は良くなかったですかね、じゃあ。まあ、それか桂馬上がる手もあるんですか。桂馬上がって歩を突く手はありそうでしたね。でもそれだと横歩取られちゃう。まあ、横歩取られてもという感じですけど。まあ、ちょっと、やっぱ雁木に組むのが無理模様でしたか。横歩を取られちゃうので。まあ、そんな感じですか。矢倉か。矢倉の方が良かったです。
ですね。そうですか。まあ、矢倉に組んで、ちょっとまあ、この9五歩気になってますね。まあでもこれは一局ですか。ああ、取っちゃうためなんだ。取っちゃうためなんだ。まあ、そっか、これはさばかれてダメか。ちょっとこれはダメな気がしますね。ん？ちょっと待って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 。強者打ち何？何を狙ってんの？これ取ってってこと？取って角打ちまずいのかな？やっぱ飛車打ちに、相手は飛車打ちに強い形なので、ちょっとダメですかね、これは。なるほど。そういう始めがあるんですか？気をつけないといけないですね。じゃあ、ここ9三歩じゃなくて9二歩で謝るんですか？ごめんなさい。はぁー、やっぱちょっと駒組が、そうか、これ始め決まっちゃうような形だと良くないですね。気をつけないといけないな。そうか、じゃあ、端歩を安易に打っちゃダメだったかな？打っちゃダメだったかな？で、これもなんか、あれですか。これは始めできないな。あー、じゃあ、端歩これは受けちゃいけませんでしたね。ちょっと気をつけないといけないですね。8五銀の時は特に。なるほど。はい。そんな感じですかね。ということで、まぁ、ちょっと、今回は、途中から一気に良くなりましたが、やっぱ、袖飛車刺してると、どっかで、隙を作ってしまうことが多いので、そこら辺は気をつけていきたいですね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。では、終わりたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、次回の動画もお楽しみに。